台風7号が九州に接近中ですまた沖縄では50年に一度の記録的な大雨となっているところがあります強い台風7号は九州の西の海上を北上中です台風に伴う湿った空気の影響で沖縄県の久米島町では3時間の雨量が180ミリに達し50年に一度の記録的な大雨になっています また長崎県の五島列島は台風の暴風域に入っていて長崎市の野間崎で38.1メートルと今年一番の強い風を観測しました台風7号は夕方にかけて暴風域を伴ったまま九州北部に最も接近しその後、日本海に進む見込みですあす昼までの予想雨量は四国で400ミリ九州北部で350ミリで 大雨や暴風に厳重な警戒が必要です。